ます。今日も新幹線やまびこの51号をご利用くださいまして誠にありがとうございます。一番通り発車しています。10両編成のうち自由席が1号車から6号車の一同独立、なお8号車は平日限定オフィス車両です。それでは一両機で全車禁煙です。3日目は始発の新幹線に乗り込んで栃木は日光を目指します。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。日光に到着。ここからすぐにバスに乗り込んで華厳の滝を目指します。紅葉が綺麗なことで有名な栃木県立日光自然博物館に到着すれば滝はすぐです。あれや、華厳の滝。もうさ、こっから高いところやねんけど下が見えへんのよ。あれ雪ないよね。下ですか。来ていい。今日あれなんすか、ロープウェイで展望台まで行ける、行けないんですかね。ロープエレベーター、あ、あの明智平の方って、あ、まあ、戻らないといけない。あ、そうです。ロープウェイ動いてるんですかね。なんか点検みたいな話こそっと聞いたりしたんですけど。じゃあまだシーズン前に点検してるかもしれない。あ、シーズン外なんですね今。あ、そうなんです。ありがとうございます。エレベーターで下に下っていきます。長いトンネルを抜けるといよいよ滝です。とりあえずと言ったら悪いけど中禅事故にも来ました。もう信号が起きてない。中禅事故です。明智平の方に登りたかったんだけど、なんかロープウェイ動いてないかもってらしくて、そんな話聞いてロープウェイの方電話したら出ないっていうね。やばいかも。なんか方法ないんかな。どこでもいいから上上がりたい。結局ロープウェイは終日運休でした。大迫力の華厳の滝を目に焼き付けて日光駅に戻ってきました。さらに宇都宮を後にし、ここから先はノープラン。とりあえず大宮駅でラーメンを食べて次の予定を練ります。本当にギリギリまでどこに行こうかを決めかねていましたが、やっと決まりました。群馬県は高崎に到着。スタバでちょっとお仕事を進めました。実はこの切符、JR 東日本管内でしか使えません。つまりこの先行ける限界は上越妙高駅までです。そこから先へは行くことはできません。にもかかわらず今通過した駅は上越妙高。さあどういうつもりなんでしょうか。雪をかぶった山々を横に見ながら向かう駅は富山県の方角、新高岡駅に到着です。この切符で高崎から乗ってきて、はい、で上越妙高からの乗車、大阪までの乗車券買ってて、で間違えて金沢買っちゃったんですけど、ここまで自由席乗ってきたんです、はい、これで降りることってできるって聞いたんですけど。できますけど、これ降りたらこれは終わりです。あ、もう大丈夫です、間違えたんで。だからこれ
だけここ多分向こうはあの上越ひよこはあの出てないんで、はい、あのここから出てもらわないとちょっと今無理です。あ、はい、あの上越ひよこ機械通してないでしょ。ああ、そこ出てない。あ、そういうことですね、わかりました。こっちでしまった。これはい、あ、すみません、ありがとうございます。はい、新幹線と駅離れてるもんね。なんかすっごい懐かしい匂いする。来たことあんのかな、この街。この切符で移動できる範囲内、前回の東北旅では東京から帰りましたが、今回は新潟、富山経由で帰ってみることにしました。実はこっちの方が安いんですよね。今回向かうのは富山県氷見という町に寄り道をします。今回の旅最後の場所は富山県の天原市海岸。今回やってきたこの天原市海岸、本当は初日の出と訪れたかったんですけどね。フォトスポット探すのむずそう、これ。もう天原市撮影ガチ勢の方がいらっしゃいますね。海岸沿いが正解と見せかけてこっちが正解な気したと思ったら、やっぱり同志がいました。どうやら都立鉄さん的正解はここみたいですね。ちょっとここ第一候補がいいとこなかったらまた戻ってきます。本当は奥に立山連峰が見えるんですけど、今日は見えなさそうです。今リアルタイムラップに変えた。で、今これが APS-C クロックで倍率上がって、焦点距離が数倍になってるんで、こっちに向かってる A だけ撮って写真を連発していくっていう流れで、ってこっちから来るみたいやってんのかな。あ、思ったより早いな。行けてるでしょうということで帰りたいと思います。新金岡、新金岡ちゃうわ、新金岡大阪や、新高岡に着きましたんで、今から新幹線に乗って帰りたいと思います。